私はこの星に残るから二人はちゃちゃっとみんなと逃げなよ。母言わないで、あなたを置いていくなんて。残る選択には意味があるの、ノルン。硬い意味があってもあなたは星爆発に耐えられる耐久性はあるの？もちろんあるよ。私別に無駄死にしたいとかそんないいやつじゃないから。ずっと変化を眺めてた。上の連中はどうも私たちをこの星から出す気はないらしいよ。帝国は上からの指示で鎖国状態にした。だけどその指示を一度アリシアが破ったことを上はちゃんと見てたんだね。以前よりかなり強固に仕上げてきてるよ。ずっと見てたよ。じわじわと空が変化していってる様をね。ぶっちゃけそれしかすることしかなかったし。ああ、これはネオアームストロングサイクロンジェットアームストロング光線。完成度高いなおい。まあ、私の予想だと星から抜け出せずにラルが宇宙船を強化してても、星爆発の衝撃が分散されない分、超高密度の威力が狭いエリアで解き放たれる。ただでさえ星爆発に耐えないといけない上に、上の奴が張った結界を無理やり乗り越えないといけない。上とは帝王新候補の連中、まあラルもすごいけど帝王新候補が相手だとさすがに部が悪いよね。つまり結界を壊すから私たちは逃げろっていうつもり、ラルですら苦戦する結界をあなた一人が受け負うの。君たち勘違いしてるかもだけど、私ってすんごく強いんだよ。勘違いなんてしていない？でもあなたは最上級神、願いを叶えるのだってリスクが必要じゃない？誰が犠牲になるの？犠牲か、それは考えてるよ。でも言いたくない。でも私が求める第一の目的は言ってあげる。パト様の命だ。私が身を挺して動いているのはパト様を逃がしたいからだ。じゃなければお前らを置いていち早くこんな星から抜けている。我の目的にお前たちの安否は微塵も入っていない。死のうが生きようが好きにしろ。もうこの星に残っている生存者はいない。我が確認しておいた。伊達に戦いに参加せずに遊んでいたわけじゃない。しっかり観察をして状況を把握していたさ。そのまま振り返って宇宙船に戻れ。パト様がお前たち二人の帰りを危険な状況の中待っている。これ以上パト様を危険にさらすな。アリシア。ノルンの覚悟は固い。それにノルンは政治部隊の副総長。実力もある。信じましょう。戻ってこなかったら許しませんよ、ノルン。いいからさっさと行け。パト様待たすなって言ってんのわかんないかな。任せますよ。やっと行ったか。じゃまあ、最後の最後にしっかり仕事して政治退社しますかね。願いの代償は、帝国での私に関する記憶、帝国所属のノルンという存在の抹消、これで十分馬力出せるってわけ。もともと借り物だったわけだし、別に私にとっては痛くも痒くもない代償ってわけ。だから心置きなく、そして後味よく終わらせてあげる。叶え杯。二人とも無事でよかった。もう時間がないから乗って、もう誰もいないよね。そう伝える。正直に答えたらパト様はきっと救いに行く。でもそれだと。アルジア様、リクレット、ロゼデースが不器用な姉の代わりにアルジ様を探してまいります。案外楽しかったよ。またどこかで会おう。アルジア様、離れると言ってもすぐです。なぜなら私がすぐにアルジ様を見つけ出しちゃいますからね。気持ち気持ち。あなたは、人の気も知らないで。いってらっしゃい、リクレット。アリシア、全員いないことは確認できたわよね。はい、問題ありません。時間もありません。早く避難しましょう。それじゃあ全員乗るぞ、避難だ。やべえ、一回小さいやつは乗ったことあるけど、これはやばいな、まさに宇宙戦艦。まだ気を緩めないで、まだ危険な状況には変わりないんだから。それもそうだな、どうせできることなんてないし、みんなの顔見てくるよ。どしたのどしたの、随分お疲れのご様子、まさかあれくらいの戦闘でへばっちゃったのかな。このクソガキ。ごめんなさい。私がむやみにあれから何度も覚醒させたから。あまり他の部隊を煽らないで、先行部隊の程度が低く見られるでしょう。副総長なのに。知らない顔もいるけど、みんな元気そうでよかった。こうやって見ていると安心できるな。勝利、おめでとうございます、主様。今回の作戦に私を選んだのは正解だったね。なんなら戦闘は全部私にしてくれたら証拠隠滅までしっかり仕事するよ。あなたの場合、隠滅じゃなくて抹消でしょう。無難て度が過ぎる場面だらけよ。二人とも本当にありがとう。フラモ身を挺してチャンスを作ってくれたし、ミガドルエデンに行った時に色々ご褒美考えとかないとな。今回は本当にウルガいてくれなかったら勝利はありえなかったかもしれない。本当に感謝するよ。また株を上げちゃったみたいだね。ミエル、長い間お疲れ様。やっと問題が片付いたよ。よかったよかった。これで盾役も終わりだね。最後は盾というよりオーラ貯蔵庫扱いだったけど。以前、どうせ戦うよりアシストの方が何倍も活躍してるんだし。運悪かっただけだもん。本当に強い能力なんだから。ただいまからエウレカ号発進します。外に出ないように、出たら燃え尽きるから自殺願望がある子だけさっさと出なさい。
みんなに会える、そしてメリアを探すことができる。そういえばノルンの姿が見えないな。あいつのことだから真っ先に宇宙船に乗り込んでると思ってたんだけどな。アリシア、ノルンを見なかったか。ノルン、あいついつもどこかにさりげなくいるだろ。一応顔だけ見ておきたくてさ、安否確認しとかないとな。ノルンとは誰でしょうか。今乗っている従属にノルンという名の子はいませんか。まだ見たドルエデンから従属を連れてきていたのでしょうか。悪い冗談はやめろよ、ノルンだって、俺はともかくアリシアが忘れるわけないだろう。確か副総長だったんだろ、まったく。いえ、本当に心当たりがありません。それに副総長は今遠くに出ていますので帝国にはいませんが、もちろんノルンという名前ではありません。もしかしてあいつ、全員の記憶を奪ってまだあの星に残っているんじゃ。まだ決めつけるな、全員に聞いていけば、だって俺はノルンを覚えているんだぞ。あろう、すっごい真っ赤、レッドスカイ、スカイレッド、こっちがいいね。さてさて、次はどこに遊びに行こうかな。今回はあえて帝王様の記憶だけ残しておいたから、またどこかで会ったら楽しめそうだよね。お、無事抜け出せたみたいだね。安心安心。次会った時はまた初対面か。別に積極的に購入してたわけじゃないけど、やっぱり寂しいのかな。それとも広大な宇宙のどこかでまた会えたことに歓喜しちゃうのかな。今回はしっかりマーキングしたからどこででも会えるよ。お互い次会ったら経験したことを楽しく話そう。話せ、まだノルンがあの星にいるかもしれないんだ。あのおバカ野郎。パパ様、落ち着いて。もしノルンという子が本当にいたなら無策のままここに残るわけないじゃないですか。きっと無事です。無事を信じましょう。なあ、星の爆発に耐えれる確率はどれくらいだ。中級神までは即死、上級神で 0.1%、 最上級神でも守護神でなければ 10%、 守護神で精度が高ければ高いほど確率は上がります。よくて 50%、 神王なら 80% は、おそらく。ならノルンがもし最上級神クラスなら 10% から 50% しかないのかよ。惑星エウレカ消滅を確認。エウレカ号脱出成功。ただいまからエウレカ帝国都市計画惑星に移動する。従属神たちは今のうちに休むように。着いたら休みはないと思いなさい。ノルン、安否はわからないけど信じているからな。この記憶抹消が悲しさを紛らわせるためなのか、生きるために必要なことだったのか。俺の本来の目的はこれからだ。俺は前に進む。俺を信じてついてきてくれる仲間と共に。メリア、俺が絶対にお前の元に行くからな。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。